コーヒー、乳製品、アイスクリームなど多くの製品を取り扱っている。スイス証券取引所上場企業。日本法人は、ネスレ日本株式会社。イギリスでは20世紀の間、ネスル S をネセルズとして宣伝していたため、現在でも一部で、ネスレミルクバーなどにおいて、ネスレをネスルのように発音することがある。日本では百九十四年に、 社名をネッスル日本からネスレ日本に変更している。ドイツ語でネスルは鳥の巣を意味する。鳥の巣が同社のトレードマークとなっているのはそのためである。中国ではスズメスと表記する。1915年当時の広告1866年に設立。創業者で薬剤師のアンリネスレは母乳で育つことのできない新生児のためにベビーフード。 ファリーなくてヘンリネスレーを開発。母乳や、それまで一般的だった代替品も受け付けなかった、早残時にも効果があったことで、芝叩く間にヨーロッパで広く販売されるようになった。1900年頃までには、アメリカイギリスドイツスペインで工場の稼働を開始している。1905年にアングロスイスコンデンスミルクカンパニーと合併した。 この対等合併は、クレディスイスとスイスフランス銀行の仲介で実現した。クレディスイスの CEO はアングロスイスの重役を兼ねていた。対等合併のため、実質的には1920年代まで組織の融合には至らなかった。第一次世界大戦の影響で、乳製品に関する公共事業の受注も始まり、大戦後には製品の生産後が、 それまでの2倍以上にまで拡大した。一方で、終戦後に公共事業の発注が減り、消費者の思考が再び生乳へ戻った。経営の合理化や、負債の縮小を進めた後、1920年代には、チョコレートを新製品として広く展開。ネスレの第二の重要な商品となるまでに成長した。第二次世界大戦下においては、 収益が2000万ドルから600万ドルに減じ、ラテンアメリカを中心とする開発途上国に新工場が作られた。皮肉にも戦争の影響でメスカフェが米軍の主要な飲料となった。1947年、調味料やスープを扱うマギーと合併した。1950年、食品業のクロスブラックウェルトも合併した。 1963年、冷凍食品のフィンダスと合併。フィンダスは収益性の高い事業であったが、しかし、旧三国同盟の視点はユニリーバとの共同事業にしてしまった。ジュネーブのリビーズ、クリーブランドのストーファーズとも合併して、協業を進めていった。1974年には、ロレアルの株式取得で多角化が始まり、 1977年にはアルコン社の取得で食品産業とは別の業界への投機も始まった。他方発展途上国における乳児用調整粉乳の販売手法が強引と問題視されネスレボイコットを引き起こした。ネスレ社の最終損益は伸び、1984年には新たな買収構成が始まり、1985年には エヴァミルクを扱うアメリカの大企業カーネーション社を1988年にはイギリスの製菓会社ラウントリーカンパニーを初めての敵対的買収で取得した。また、イタリアの食品会社であるペルジーナを買収し参加とした。ルーラ大統領も出席したブラジル工場の落成式1990年代前半はネスレ社には好都合なことが続いた。 すなわち、貿易障壁が撤廃され、世界市場における証券が統合されたのである。おかげで、ネスレは1992年ペリエを買収し、国際的な金融関係を安定させることができた。1996年以降も、企業買収は進んだ。その中には、サンペレグリノ社、スピラーズ・ペトフーズ社、ピュリナ社などが含まれる。 北米では大規模な買収が2件2002年に行われており、6月にはアメリカでのアイスクリーム事業をドレール S 社と統合、8月には26億ドルでシェフ、アメリカ社を買収したと発表した。2005年12月にはギリシャのデルタ、アイスクリーム社を2億4000万ユーロで買収。2006年1月にはドレール S 社の経営権を完全に取得。 世界で17.5%のシェアを占める最大のアイスクリームメーカーとなった。2007年4月、ノバルティスの参加でアメリカのヘルスケアニュートリション事業を扱っていたガーバーを買収した。2010年1月、世界金融危機で弱体化したクラフトフーズから冷凍ピザ事業を買収。2012年4月、ファイザーのベビーフード部門であった。 ワイス・ヌートリションを買収、2013年2月、医療用食品を扱うアメリカのパンラブを買収した。2017年9月、アメリカのコーヒーチェーンのブルーボトルコーヒーを買収し、参加とし、同年12月、カナダの栄養補助食品会社アトリウム・イノベーションズを買収し、ヘルスケア食品部門に併合することを発表した。 米国法人の本社が立地するカリフォルニア州のグレンデール市はネスレの企業城下町である。ネスレが本社を置くスイス、レマンコハンの町ブベイでは創業150周年を記念して2016年6月に新ミュージアムネストがオープン。ネスレ社の足跡をはじめ、職に関する様々な展示がされている。 ヤフーファイナンスによると2017年12月現在、ネスレには、スイスフランダテ銘柄で、バンガードの上場投資信託や、アイシェアーズが、US ドル立て銘柄で、ガードナールッソや、ワシントンミューチュアルが、それぞれ機関投資家として、資本参加している。大衆貯蓄が、ネスレの買収力を支えている。2005年頃のネスレ理事会メンバーは、ギュンター・ブローベル。 ピーター・ボックリー・ダニエル・ボレル、ピーター・ブラベック・レッドマス・ロルフ・ハンギー、デイ・ノブ・ユキ、アンドレアス・キュプマン・アンドレ・クデルスキ・ジーン、ピエール・メイヤーズ・キャロライナ・ミューラー・ M、HL ・カスパー・フィリガーである。このうち、ピーター・ブラベック・レッドマスは、取締役、最高経営責任者を務めている。アンリ・ネスレまた、重役会議は、理事会と違い、以下の人物を含む、 ネスレ理事会の最新メンバーは、ギュンターグローバルピーターボックリーダニエルボーレルピーター、ブラベックレッドマスロルフハンギーノブユキーデアンドレアス・キュプマン・アンドレイ・クーデルスキー・ジーン、ピエール・メイヤーズ・キャロライナ・ミューラー・ MHL、キャスパー・ビレジャーである。ネスレは、美容、化粧品業界で世界を代表する、ロレアル社の株式の23.3%を、保有している。 ロボレート・アール・イニーブ社、ガルデルマ社は、両社の合弁企業であり、前社は、美容サプリメントを扱い、後社は、スキンケア商品や塗り薬を扱っている。その他に、シリアルパートナーズ・ワールドワイド社、ビバレッジ・パートナーズ・ワールドワイド社、デイリー・パートナーズ・アメリカズ社がある。ネスカフェ。ありがとうございます。